マジングヒストリー、今度こそ後半戦ラクロジャンシの方にご自身の年表を書いていただきまして、その老いたちの生き様を教えてもらうというコーナーです。こんにちは、イーティン君です。こんにちは、長澤まりなです。よろしくお願いいたします。さあ、そして今回年表を書いていただくのはもちろんこの方、本田健太郎です。よろしくお願いします。はい、澤健です。よろしくお願いします。ありがとうございます。本日も気合いの入った挨拶、はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。さあ、ということでですね、はい、園田さんに人生年表ですね、はい、の人生を説明していただいてるんですけれども、はい、ちょっと面白すぎるというね、ほほ近藤さん以来の前中後編となりました、はい、そして、はい、もしかするとここの動画次第では近藤さん後編の4という、ね、なんでしょう、他のプロの方とはちょっとまた違ったビジネスマンの、はあはあね、ビジネスマンというのはちょっとおこがましいですけどね。いや、素晴らしいですよ、ね、はい、いろんな職をですねしっかりと自分の、ね、スキルと知識で渡り歩いていますということで、いろいろ渡り歩いていきながらちょっと離婚も経験されたりなどして、はい、で大手のメディアのところをちょっと一回辞められて違うところに入られたところで一個事件が起きたぞというのが前回からありましたね、はい、ということで、はい、32、3歳の園田プロ、何が起きたのか書いていただきましょう。アフィリエイトサイトをたくさん作ってました。はい、まあ、ご存知の方はご存知だと思うんですけど、うん、まあ、この当時のアフィリエイトサイトっていうのは集客を何に依存してるかっていうのも SEO ですね。もう SEO がめちゃくちゃ大事です。はい、まあ、Google で検索して上位に出てくるようにするっていうのがもうめちゃくちゃ大事なんですよね。いかに目につくかというと、はい、そうですね、はい、どうやって上位表示させるかっていうと、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、サイトの質っていうのもあるんですけど、はい、あとはドメインの力、あとリンクもらってみたいな、どんだけいろんなサイトからリンク貼られてるかみたいななんですが、事件が起きたのは、はい、これ Google さんです。 Google のアルゴリズムがめっちゃ変更、はい、さあ、ここでアルゴリズムとは何なのか、はい、その方に教えていただきましょう。あ、だから、まあ、こういうことです。 Google さんがどういうサイトを上位表示させようっていうのを決める仕組みのことですね。その、はい、要は、うん、基準を変えられたということですね。そうなんです。だからその時、だから例えば野球まとめみたいなんで検索した時に、はい、まあ、僕のサイトが、まあ、例えば5位にいました、はい、みたいなやつがこのアルゴリズム変更によって、はい、これがもう圏外に行くんです。うわー、きつい。そうすると急にアクセス数バーンと落ちる、うん、で結局あの1回アクセスするあたりに、まあ、0. 何円みたいな儲かるっていうのが、まあ、アフィリエイトの儲け方なんで、これでもう一気に収入がなくなっちゃう。露骨に影響が出た、露骨に影響が出ました。だからもうこれしかやってなかったから一気に収入がなくなっちゃったんですね。これはやばい、やばいやばい、うん、これをどうしようかってなってました、はい、そんな折麻雀界におっとまたまたこう流れが、はい、ある会社が立ち上がります。 RTD リンク。なるほど、はい、RTD さんですね。はい、はい、あの皆さん RTD インビテーショナルっていう、あの藤田さんが、はい、あの招待してっていう ABEMA の番組は、はい、あのご存知の方多いと思うんですけど、うん、RTD リンクっていうのはこれは何かというと、まあ、マージャンプロデュースカンパニーですね、はい、これは藤田さんが出資されて、はい、マージャンプロデュースする会社っていうのがあって、うんうん、まあ、あの西麻布にすごいあのラグジュアリーなあの店もあったりするんですけれども、はい、これの、立ち会い記念大会というのがあったんですね。でこれは確かね20人くらいマージャンプロデュースカンパニーですね、はい、あとの著名人の方もいてみたいな感じで、はい、優勝したら多分ね、はい、優勝が久田さんだったと思う。多分優勝したらワンデーの大会なんで100万円みたいな。おー、太っ腹ー。でも銀座のなんかすんごいところを借りて、はい、なんかおしゃれなスタジオみたいなところにマジャドを運び込んで、めちゃくちゃラグジュアリーな大会が行われたんです、はい、でこの20人ぐらいなんだけど、これ16人は呼ばれてるんだけど4人はこれ予選があったんですよ。で僕はこの、まあ、16人には呼ばれるほどではなくて、この4人が、まあ、このそれぞれ予選やって、このうちの1人がここに入れるぐらい。なるほど、じゃあ16人中4人みたいな、はい、うん、16人中4人みたいな感じですね、はい、それぞれセットチャンスで勝手にやってくださいぐらいのもんなんですけどね、はいはい、で勝手にやってくださいで、はい、僕はこれに勝ち、たまたま勝ってここに入れて、はい、この大会に出れたんですよ。なるほど、はい、立ち上げだけ出れた、はい、これは大きいと、はい、今なぜなら仕事がない、ちょうどいい、お金がない、収入がない、収入がない、はい、なるほど、100万円取るぞと気合出るからね。これは何としてでも100万円取らねばならない次々新しい船が出てきますね小腹乗るしかない、はい、だけど、まあ、結局ね優勝は久田さんだったんで、うん、まあ、100万円取れなかったんですけど、はい、この打ち上げがあったんですね。でこの、立ち上げ大会をディレクションしてたのが、はい、あの博報堂が絡んでまして、はいはいはい、そこで出会ったのが、はい、まあ、博報堂の、越山さん
お、出ました、ドリブルの監督、星山さんです。で、まあ、糸永さん。この2人がその大会を運営してらして、はい、で打ち上げでこの2人と、まあ、出会ったと。なるほど。はい、まあ、その時に越山さんとですね、はい、打ち上げの席で、ああ、どうもどうも、はじめまして、最高選手、そうなんと申します。ああ、よろしく、越山です。みたいな感じで、はい、お話をしてて、お父さん、今、仕事何してるの、まあ、いろいろあって、今、無職ですって、へえって言ってまあ、嘘ついてません。はい、そうなんですよ。はい、そしたら、越山さんが、あ、そうなんだ。え、じゃあ、よかったら、うちの会社おいでよ。はっはっと思うじゃないですか。これはそうですね、はい、そんな簡単にいけちゃうのってなりますよね。でも博報堂ですよ。大手も大手ですよ。博報堂っていや、うちの会社おいでよって行くとこなの確かに、はい、って思うじゃないですか。はい、はい、いやそれはもうぜひ行かせてくださいって、まあ、なりましてですね、はいはい、で、まあ、よくよく話を聞いてみたら、あの博報堂ではなく博報堂の、まあ、系列子会社ですね。なるほど、はい、そこでどうかっていう話で、はい、まあ、結局、まあ、入るっていう。なるほど、そういう流れで入られたんですね。その日のね、はい、デイリーで100万円は取れなかったですが、100万円取れなかったけど、はい、次に続く方法のゲットだぜ、はい、そうなんです。いや、だからこの出会いは、だから多分、まあ、今までの麻雀人生の中で、はい、めちゃくちゃついてる事件といえば多分これだと思います。ここですね、はいはい、もうこのまずこの4分の1を勝ち残らなければそもそもこの出会いもなかったわけ。超でかいですね。この4分の1を勝ったのが一番でかいと思う。でかいですね。今まで、まあ、いろんな対局ありますよ。いろんな対局はあるけど、今思い返して、はい、一番負けちゃならなかった対局はこれだと思う。そこの、はい、そこの4人の対局、そこの4人の対局、素晴らしい。もう運命を決める大会にはちゃんと勝ったと、ちゃんと勝ったと、素晴らしいですよ。そうなんですよ。麻雀遊戯王ツモに変わってお仕置きよ。というわけで、まあ、A 地に入りまして、はい、でこれがだから34、5歳ぐらいかな。まあ、ここからはね、あのしばらくずっと働くんですね、はいはい。まあ、特にお仕事の方はもうここからあんまりないかなっていう。なるほど、まあまあ、逆にここであの安定したということですね。企業だったうんね、めちゃくちゃホワイトで、はい、いやだって僕この1個前があの超絶スーパーウルトラブラックティーだったんですよ。めっちゃついた。なんていうんですかね、はい、あの、はい、前の会社で働いてた人たちとは今も一部仲良く、ね、はい、あのしてる人たちもいるんですけど、はい、いや僕ね本当その会社で頑張ったからいろいろもう社内の改革とかもいろいろしたし、はい、めちゃくちゃやったんですけど、はい、今久しぶりに会って言われたのは、園田さんの一番の功績は辞める時に言う有給を使い切って辞める文化を作ったことですって言われましたからね。そんなブラックですね。そうなんです、そうなんです、はい、だから僕も辞めるときにいろいろホームとかもやってたから、はい、いやこれはさすがに突っ切れると思って有給使い切って辞めますって言ってやったんですけど、その文化を作ったことが園田さんの一番の成果です。なるほど。それは複雑な心境になりますね。いろいろやったんだけどな。ないですね。だけどまあまあそれは嬉しいことですよね。はい、まあ少し、うん、まあちょっとはね白くなりました。うん、だけどそんぐらいまあブラックだった感じなんで、もうホワイトっぷりがやばい。別に朝は別に決まった時間とかじゃなくて、はい、今日11時に行きますっつってふんふんみたいな。オフピーク通勤、はい、だけど本当の大手の大会社っていうのはこんな感じなのかっていうのをここで知りましたね、うんうん、でまあ、そんなことをまあやっていたんですが、はい、でまあ麻雀ですね。でそこまでも全然もう僕もこ、まあ、こんな感じなんで、まあそこまで無名でもないけど決して全然有名ではないっていう感じ、ね、まあ上には上がいるような状況ですね、はい、うん、ですね、はい、でまあ、ただこう RTD 始まったことでアベマが動き出します、うん、はい、2016ぐらいかな、そうですね、はい、でまずマーチャンプロダクター日本一決定戦というのがこれがあるんですが、最高戦から8人選ばれます、はいはい、なんですがこれはまあ決め方が6人を短い時間に決めます。なるほど、もう、はい、もうこの人たちを出しますよが6人ですね、はい、で残り2人投票で決めましょう、投票、はい、なるほどなるほど、投票、選手間投票で決めましょう、はい、はい、その時に、決まったのが、まあ、1位が清野さん、で2位が武田さん、で3位が園田さん、あれってこと3位ということは2人決まるということはいけなかったんですよ。うわー、これはいけなかったんですが、はい、誰か体調不良になった時のためにリザーバー出たリザーバー、はい、このわずかな可能性のリザーバーですよね、はい、だから会場には行きましたよ。みんながアベマの放送で活躍しているのを指を加えて見てるわけですよ、はい、控室で、はい、悔しい、あー加えてる、悔しい、悔しそうだよ、そう
まあ、すごく悔しい思いをしたのが、まず麻雀プロダンスの日決定戦。なるほど。で、この経験があったんですが、多分、ね、その翌年ぐらいに、この麻雀駅伝で、こっちは6人、こんな感じなんで、まあ、当然選ばれてなかったんですが、はい、なんと、その時に平賀さんが結局、はい、急に出れないことです。じゃあ、代わりに誰をしようってなった。はい、そしてなんかよくわかんないんですけど、まあ、理事会とかでいろいろ検討を重ねた結果みたいな感じで、はい、僕北海道にいたんですけど、はい、電話かかってきたんですね。それは北海道はなんで北海道にいたんですか？北海道は、最高専のお仕事でいたんですね。行ってて、はい、だから最高専の北海道本部の人たちと、はい、なんか夜飲んでた時ですね、はいはい、飲んでたってカラオケしてたから上機嫌あら上機嫌、はい、平さん代わりに園田さん出ていただきたいんですが、すいません出ます出ますってなったんですよ、はい、だから多分ね、はい、今までで、ね、ついてる1がこれだと、これだと、はい、ついてるこれここだここですねこれですね。やっぱり誰かが何かあった時にやっぱ誰かが掴みますから、そうここはやっぱ園田さんということですね。来た、これ出た結果、惜しくも準優勝、うん、アマチュア連合が勝ったんですが、はい、ほぼもうアマチュア連合が圧勝だっていうところで、はい、最終日に出してもらって、はい、最終戦に僕と誠一さんで、タッグを組んで3ハンチャーずつ打ってなんですけど、はいはい、その時にアマチュア連合は、藤田さんと萩原さんの2人だったんですけど、うん、はい、それをギリギリまで追い詰めるっていう好勝負になって、なるほど、はい、めちゃくちゃ追い詰めたんですね。ラストですごいドラマの展開だったんですね、うん、そうなんです、はい、だからこの時に僕のことを知っていただいた人が一気にガーンって増えたっていう、いや大きい、はい、大きいですよ、感じでした、はいはい、ちゃんとね、うん、結果も残したってことですね。まあそうですね、優勝とはいかなかったけども、記憶に残る結果を残したっていう感じになっていましたね、まあ、これがすごいその知名度っていう部分では大きく貢献したかなっていう感じですね、はい、うん、でまあ、ここら辺からね、なんかね、大体ね、決定戦にも残るようになるんで、最高位決定戦とか、ね、はい、3回ぐらい残って上向いてきましたね、いろいろと、うん、はい、でただね、なんか最後勝ちきれない、大体に、あ、シルバーコレクター、はい、そう、シルバーコレクターだからね、最高戦の方でも、最高位取ってないんで結果出てるとは言いづらいんですけど、毎年勝つ人だよねみたいな感じの、ブランディングができてきたかなっていう感じですね、はい、無冠の帝王みたいな感じ、無冠の帝王みたいな感じですね、はい、うん、はい、で結局 M リーグが始まったのが2018、だからこれが僕は38歳ですね、まあ、ここが M リーグ、ついに始まりました赤坂ドリーム一巡目指名、そのだけ、そのだけ、はい、これ選ばれました、はい、選んでいただくことにつながったという、なるほどなるほど、そうですね、いやー、はい、この麻雀駅伝での活躍がすごい印象に残ったんでしょうね、本当、だから、なんていうんですかね、もうとにかくここだし、とにかくここだし、はい、でとにかくここだし、やっぱこの、ターニングポイントで負けてはいけないということですね、そうですね、そうですね、いや本当その2箇所をもし逃していたら、アフィリエイト失敗してそのままゲームオーバーだったわけですよ、いや、ありますよ、アフィリエイト失敗して、ね、そのまま今ほどいろんな人に知っていただくっていうふうには全然なってなかったかもしれないですし、いやだからね、ちょっと話変わるんですけど、はい、この前 NHK さんの番組をやって、はい、運がない男園田は、はい、みたいな感じで、なんとか実力でやってるみたいな感じでうまくやってくれたんですけど、はい、違うのよ、ちゃんと大事なとこでちゃんとついてるのよ、大事なとこでちゃんとついてるのよ、素晴らしかった、そうだからピンポイント、はい、ピンポイントで見たらいろいろ悲しい、ついてない、ついてないってとこあるんですけど、はい、この人生全体で見れば非常に大事なところでちゃんとついてるっていうのは全体でめっちゃついてるってことなんですよね、これもう声を大にして言いたい、ね、声を大にして言いたい、はい、よかったです、もうイーピンクもね、前中編だけ見たらこの人不幸オブザイヤーそんなことなかった、ちゃんとね、大事なところしっかり運をつかみ取っておりましたよ、はい、ということでございます、ということでございます、はい、はい、いや面白かったですね、面白かったね、はい、積み重ねてきた結果、いろんな数あるタイトル取ってるプロとかを差し置いて、はい、そうです、そういうことなんですよ、はい、すごすぎません、すごすぎですよ、ね、だからさっきの園田さんもタイトルその最高位戦取ってないって話されてましたけど、うんうん、それよりも、ね、差し置いてちゃんと結果を出してるっていうのはやっぱ素晴らしいことですよね、いやー面白かったです、今までにないヒストリーでございました、はい、初でございますね、多分編集してるからある程度あれかと思いますけどヒストリーだけでおよそ1時間半ということで素晴らしい、ありがとうございます、はい
え、普段どれぐらいですか？普段ですか？あの早い人はですね、もう全部通して15分で終わる人もいる。それで終わるんだ。はい、いやもう本当にイービング今だからこそ正直に言いますけども、はい、中学校まで抜いた時にあれこれ前編で終わっちゃうんじゃないかなと思いましたよね。はい、ね、もう今でしょ、もうね、あそこ抜いてくれてよかったなと思ったんですよ。トロタさんの、ね、良さすごく出ておりました。そうですか、ありがとうございます。いやもうこれを踏まえた上でまた皆さんトロタさんのことを応援していただきたいと思います。はい、ということで素晴らしいヒストリーでございました。トロタさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。ということですね、この動画面白かった、あとねトロタさんはなるほど不幸じゃなかったんだと思った、うん、ぜひチャンネル登録そして高評価お願いいたします。お願いします。ということで今日はここまで。またねー。またね。